どうだ、分かったか、アルミ。あ、まず調査兵団はここにいる9人で全員なんですか？今のところはな、戦闘が終わってから4時間ずっと生存者を探してるんだが、まだ。それでシガンシナクの壁の封鎖に成功して、ライナーと獣と、もう一人は逃亡、ベルトルトは捕獲、そして僕かエルヴィン団長、どちらに注射を使うか揉めた後、僕が巨人になってベルトルトを食った。ほら、ありのまま話せと言ったろうが、少なくともお前の仲良し2人はそうは思わなかったようだぞ。俺に抵抗し人情沙汰に及ぶほどな。俺たちはどんな処分も受けます。当然兵器違反の罰は受けてもらうが、罰さえ受ければ何をしてもいいのかい？いいえ。だがな、最終的にお前を選んだのは俺だ。いや、俺の指示でエルヴィンの死に場所をここに決めちまったんだ。